イバニンに追いつけそう？ソシエダ16位5試合焦点4久保先発ソシエダ4試合0勝1分3敗4試合で久保0ゴール0アシスト名将森安はバーレーン戦は久保一人だけ先発から外したのにな右はこねて攻撃止めるだけの久保より絶対縦に勝負するベッカーの方がいい。あれ、リバプールに移籍するんだろ。もうソシエダから移動する時期やないの？1ヶ月後に本格交渉開始だってさ。2ヶ月後にはリバプール入り確実。あんだけ外せばそりゃ負けるよねっていう。やっぱゴールできる人が一番なのは事実だわ。間取りでさえファウルでしか久保を止められんのだからすごいわ。つかチャンピオンの間取りって汚いだけだね。ウビニが嫌われるのもよくわかったし。いつも通り相手が強くなるとゴールもアシストも決められないね。久保は足も特段速くないし体も強くないから久保に渡してファールで止めればそこで攻撃止まって絶対にシュートまで行くことはないのよな。弱いレアルに何もできんかった。スタッツの脅威期待値は久保が試合トップだし。まあどう考えてスビメンディとスティッチがチームでベストだったししゃあないというか、スビメンディのワンマンチームだったけどスティッチという希望が出てきたな。結局スビメンディをマークすれば何もできないよってバレてたけどスティッチで解決できるかもって感じでしょ。マドリー戦ではエンバペがスビメンディ真面目にマークしてなかったからなんとも言えないけど、